こんにちは、速稼塾の久保です。ほら、岩見沢に来てるんですけども、ここはね、ほら、大間ちゃんがいるんですよね。それであと、すごく花壇が綺麗でしょ。これサービスエリア、なかなか本州では見かけない、まあ、レベルだと思うんですよ。まあ、本州のね、サービスエリアもそれぞれ素敵なんですけども、この辺のお花とかが、まあ、見事だったりとか、あとね、こういう風にくつろげるところがあったりとか、あれなんてちょっと可愛らしいですよ。ほら、ああいうトム・ソーヤの冒険みたいなね、あ、なんですかね、あの大草原の小さな家の学校の裏にあるトイレみたいな感じですね。ここの花壇とかとっても良くないです。こういうね、また大間ちゃんとちょっと写真撮ってくるんで、すいません、一旦失礼しますけど、なんかすごい過ごしやすいっていうかね、あの今もう7月になろうとしてる時期なんですけど、まあ、この格好でちょうどいいぐらいなんですよ。この格好でね、で半袖の方は非常に多いんですけども、まあ、長袖の方も若干いらっしゃって、まあでも帽子はあった方がいいかな。日差しそんなに強くないんですけども、日焼けとかあと脱水症状とかになっちゃいけないんでね、帽子はちょっとかぶった方がいいかなと思います。まあ移動がほとんど車なんで、私はこうやって帽子なしでもやってますけども、これからちょっとねアイスクリーム食べてこようかなと。やっぱり北海道といえば、あ、アイスクリームじゃないかなとね。笠岡でも北海道ミルクアイスクリームとかやってますけど、まあ、ここはね北海道アイスってどこも書いてないですね。まあ、当たり前かっていう感じですけど、じゃあちょっと一旦失礼します。